こんにちは。こんにちは。一つの漫画作品を取り上げて1時間語り合うベース漫画は四角会の大月孝弘です。ささみねあいです。今日はまた NHK の天気のね、はい、2003ですよ。2003だ、はい、2003なんだな、はい、そうです。公開動画でもなんか夏恒例になっちゃいましたね。そうですね、お客様こんなにたくさん来ていただきまして、はい、かなりいっぱいいっぱい入っていただいて、北は北海道から南は九州まで、ね、いらっしゃるんじゃないかと思いますけども、ありがとうございます。はい、ということで楽しんで帰っていただければと思います。はい、というわけで今回のシリーズのラインナップをご紹介したいと思います。はい、こちらになっております。はい、はい、まず第1回の今日は斉藤孝雄無用の助、はい、そして第2夜は鴨居正音雲の上の木助さん、うん、そして第3夜は杉浦茂少年最勇気、そして最終日、徳弘正也シェイプアップランとなっております。はい、あいちゃん、はい、あいちゃんも全部読んだ。少年最勇気はまだ取ってあります。一番濃いのが残してますねそうですね、ちょっとね木助さん読んだよね。木助さんはもう鴨居さん大好きなの、はいはい、ということで、はい、今日は無用の助ですけどもね、一つよろしくお願いします。というわけで早速始めます。はい、では、いつもの出演者です。はい、出演者の皆さんどうぞ。はい、レギュラーの皆さんとゲストの山口良一さんです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もうお気づきでしょうけど今日デブ1号がおりません広い言い方ですね。はい、岡田敏夫さんが体調不良のためお休みとなっております。はい、やっぱ無理なダイエットはいけないということで教訓ですね、これは、ね、はい、勉強になりますね。痩せるからいけない、ね、はい、それでは、まあ、いつものレギュラー陣ご紹介したいと思います。漫画家の石川純さんです。どうも、こんにちはかこんばんはか、いや、こんにちはかな。こんにちはでいいですよ。はい、いや今日暑いね。暑いね。俺ね、うん、長ズボン履いて出ようとしてドア開けた瞬間しまったと思って帰って半端に履き替えてきたよ。はい、もうそのまま沖縄行けそうな格好してますね。いや、もうそこでしないように頑張ります。はい、よろしくお願いします。続いて、漫画コラムに、おら漫画コラムニストの夏目房之助さんです。長いんだから噛むなよ今編集したら分かんないんですから夏目そういうこと、はい、今日は無用の助ってね、非常に微妙な選び方というかですね、まあ、本当はゴルゴですけどね、それは100巻読めないからね、ゴルゴね、うん、ただ、実はものすごく重要な作品ではあるんですよ、漫画史的には、ね、はい、よろしくお願いします。はい、続いて今夜のゲストはタレントの山口良一さんです。はい、お邪魔します。よろしくお願いします。やは 初出演。そうですね、無用の助はでも当時、うん、まあ、漫画ですから、はい、漫画から読んで入るのが正しい道筋なんでしょうけども、はい、実は僕ね、テレビドラマの無用の助がありましたね。ありましたね。ありましたね、うん、僕が中学ぐらいの時ですよ、うん、もう賀来さんやっててたね、水戸黄門の賀来さんやってた伊吹五郎さん、はいはいはい、デビュー作なんですかね、多分ね、うん、で、もうかっこよかったんですよ、うん、で、エンディングテーマ美空ひばりさんが歌っててね、そうだったの。そうなんですよ、美空ひばりさん歌ってるんですよ、で、もう毎週見てて、で、当時は当然もう漫画の連載もあったんですけど、うん、うち貧乏だったんで、うん、その漫画を週刊誌買えるお金ももらえない状況だったんです、うん、で、周りの友達も貸してくれなくて友達あまりいなかったんで、うん、で、大人になって、うん、その文庫本、単行本で改めて読み返してみて、うん、大人になってみるとまたさらに面白いなってことでファンになりましたね。漫画はだいぶ後になってから読んだということですね。じゃあ今日はその辺も含めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで作品ですね。はい、今日取り上げる作品はこちらになっています。無用の助、1967年から週刊少年マガジンに連載されていました。作者のプロフィールと作品のストーリーを VTR でご覧ください。はい、どうぞ。作者の斉藤孝雄は1936年大阪府生まれ、空気男爵でデビュー。以来一貫して劇画にこだわり続け、ゴルゴ13などおよそ400本の作品を手掛けた劇画界の巨匠である。時は江戸末期、荒れる世の中に一人の男あり。お尋ね者を賞金稼ぎ、しがむ用の助、人呼んで用なし犬。彼の剣術は自称野良犬三宝。刀を投げつけるなど実戦で覚えた変幻自在な技で向かうところ敵なし。無用の助にとってこの道は親の代からの血塗られた業であった。
無用の助家の父、彼もまた賞金稼ぎの浪人だった。だが無用の助が幼い頃目の前で死んでしまう。それ以来彼は父と同じ道を歩むことになるのだ。だが彼は金欲しさで刀を抜くのではない。時に小さな侍のために、時に死んでしまった恩人のために、そう、無用の助の心を動かすものは義理と人情。自らが武士だということも忘れ、工事の手伝いをしたり、何の関係もない幼子の母親を探し回ったりさえもする。無用の助は心優しき人なのだ。その優しさゆえ、無敵の無用の助も人を斬るたび虚しさが胸を締め付ける。そして彼は血で汚れた剣を捨てようと決心する。野良犬ではない、真っ当で新しい人生。だが非常な悪に暮れ、再び牙をむき出してしまうのだった。血塗られた業、己の内なる闇にやるせなさを感じる無用の助。自らの生きる道とは、武士の魂刀とは。無用の助はただの痛快娯楽時代劇に終わらず、人との内なる苦悩をも表現した斎藤隆夫渾身の一作です。はい、はい、というわけで今ものいろいろ V の間、はい、ツッコミが入ってましたけども、今日はですね、はい、収録のためにファックスの募集がありません、はい、番組の方に今いただいているメールの方をご紹介したいと思います。はい、ちょっと寂しいですけどね、はい空の穴さんからいただきました。斎藤隆夫を取り上げるということで、劇画黎明期の思い出などを伺いたいです。打足ですが、やはりゴルゴは長すぎて無理ですよね、はい、ツッコミどころ満載で面白そうなんですけど夏目さんの寿命が縮むそうですし、というメールいただいてます。はい、それからですね、団子さんから、斎藤隆夫作品、私にとってゴルゴで始まって終わっているので、無用の助は、新鮮味があります。江戸時代には絶対ないようなごつい顔のお侍様は私を虜にしてくれそうです。ありがとうございます。はい、それからですね、トロさんから、無用の助ですか、斎藤隆夫だけでも渋いのにゴルゴではなくてあえて渋いっす、というメールですね。あと、破裂の人形さんからいただきました。無用の助は60年代後半のマガジン黄金時代をジョー・ヒューマと共に支えた作品としても記憶されるべき作品です。この作品の特徴としては、自らの存在意義に悩む主人公が挙げられますが、これはこの時代の空気を反映したものと思われます。私も一番好きな作品です。番組でどう料理されるのか今から楽しみです。結構期待大の、やっぱそういう人いるんだね。ありがとうございます。山口さん、さっきの話面白いので少し続き聞かせてくださいよ、ね。はい、あの家が貧乏で、漫画も買えなかったっていう。本当にそうなんですよ。だから当時のやっぱりみんなクラスの話でいろいろ面白い漫画するじゃないですか、でもやっぱり買えないわけですよね。だからしょうがないから逆に反動になって大人になって、その当時読めなかったものを、今単行本文庫もいっぱい出てるじゃないですか、やっぱりそれを読んだりして少年の心に戻るんだけど、悲しいかな、おじさんになってるから少年の心じゃ読めないんですよ、ね、でも大人になって読むとまたそれはそれでね、結構無用の助なんかはちょっと哲学っぽかったりもするじゃないですか。で、今 VTR の中でも非常にいい人出てましたけど、イメージ的にはアウトローだったんですよ、はいはい、ものすごくいい人なんですよねもう賞金首だけをこう殺すんじゃなくて、で、なんて言うんだろうね、あんまかかんなくてもいい、俺はかかりたくないとか言いながら、必ず何か最終的には何か切っちゃったりとかして、だからそういう意味ではね、紋次郎とちょっと似てるんですよね。小柄紋次郎、かかりはござんせんとか言いながら結局かかっちゃうっていうのと同じような人で、結局はなんか心優しい、でよくセリフの中でもこう、あなたは温かい目をしてるとか言われてるんだけど、だそういうアウトローに僕は憧れてるんでしょうね。あ、もう当時からね、そういう人になりたい。なるほど。アウトローに絶対なれないタイプなんですけど憧れが強いんですよ。なるほど、ね。テレビドラマってのは結構出来良かったんじゃないですか、あれ。僕はだから記憶見てたんですよ、でね、結構そのテレビはよくできてるなという印象があったですね。面白かった、面白かったですね、原作、この無用の助の原作時代がね、結構当時の
当時の、映画とかテレビドラマの新しい時代劇の影響を受けてたからね、カット割りとかがねすごい面白かった、ね、今までのそれまでの時代劇じゃないアクション劇画のような小回りしてた、小回りじゃないカット割りしてたからね、それをやっぱ無用の助を取り入れてるよね。そう、あと音がさ、あの劇当時劇画ってさ音って大きかったじゃない、あの昔の漫画ってね音あんまりなかったんだよ、あってもねほのぼのした音ばっかりだったの、でそれがこれっていちいち全コマに音が入ってるじゃない、歩くとなんかザッザッザッっていうし、馬が走っていればなんかザッパザッパっていうなんかロックミュージシャンの音がするし、なんかつばなりの音とかさ、きつい音とか今分かった、細かいネタを入れるなよちょっと今時間ずれきた俺あの僕だからあの音ね、はい、あのいいなと思ったの、いっぱいつけてます、ね、つけました、で自分で何どこつけてるか分かんないんですけど、あのこういう音ですね、こう肩のピギーンとか4巻のね、これ周り囲まれてるなんか家計の七人衆かなんかと戦ってるところなんですけど、その時にその同じいっぱいその刀と刀合ってるんだけど、はい、カインキーンとかあとピギンカオンですよ、これ見てもうるさいよね、うるさい、一コマに二つも三つも音が入っててさ、うん、刀の音の中に動く笹が入ってますよね、そうそう見てくれもうるさいよね、うるさいね、ただ斎藤孝夫の音ってさ一種類じゃない、あの書き文字が、まあ、ほぼ一種類じゃない、今あのこのうち音ってさいろんな、あのいろんな人がいろんな音の何つうんだろうな、音の文字を考えてさ、袋文字とか尖った文字とかこう例えばあのフォントがいっぱいあるわけで、ね、こんな文字にするとか、それからもっと重い字だとこうもっとこう太い字にするとか、園山俊一さんなんか岩になってたからね、いろんなの考えてたのに斎藤孝夫の文字だけね、あのこれで書いてたんだけど、例えば今の、なってたらこう、あ違うわ、こうちょっとこれ新しいから綺麗に出ないけど不良がいいのね、いやそれと一つのコマってこのぐらいだから、こう人間があってここにギャリーンって書くときにはこう書くんだよね、この油性マジックでこうやって書いてたんだよ、で斎藤孝夫の文字ってね油性マジックのこの字だけなの、どれ見てもほぼ 99% この文字だけ使ってるんだよね、デフォルトがそれなわけ、もう今も昔も、これ伝統芸だから、伝統芸珍しい人なの大抵ねみんな硬い音をするときには硬い文字を作るとかね、あ考えるもんだよね、この人鉄道設備これだけなんだよね、でそれとあの油性マジックを、あの盛んに使い始めたのが貸本劇かな、そうそう、あの血のり、血がバッと出るのを油性マジックでバーッとそれやっぱ見せないとやったのがこの貸本劇画の墨じゃないんだあれ、あのいろいろ試してるんだけどね、途中で墨もちょっと使うんだけど、あの油性マジックが多いんだよ、油性マジックの血のりあります、ちょっと、1巻目の23ページのこの辺を見るとね、ちょっと この辺ずっとアップにして寄れます、油性マジック飛ばしてるんだよ、点々とかこれ点々のとこ、そうそうそう、これどういうことかっていうと、まあ、駒が小さいからこの油性マジックの点ぐらいでちょうどいいんだよ、はい、こうに、あってこう人間がズバッと切られてると、ここにこう書いてここにこういうふうににじみをこう利用して、いやにじみを生かすわけですね、こういうふうに書くんだよ、そんなだ、こういう血しぶきなんだよ、確かにそうだ、これがね当時すごい新鮮だった、ちょっと汚いけど、その荒々しさがね当時魅力だったんだよ、でその、貸本の頃ほど使わなくなってるけどね、でもやっぱりこの、雑誌時代に入ってまだだいぶ多用してるね、それがやっぱりかなり今でも使ってるよね、ゴルゴの顔の目の下とかね、はい、鼻の下の影とか必ず入れてんの、だから正統的なですね、実は手塚正統的な漫画家さんというのは今でも今は違うかな、ある時期までですねマジックを使わないでベタを塗るというのは、マジックなんてっていうのがあったんですよ、こだわりとして、ね、逆に言うとだから貸本劇があったらそれを破る掟破りだったんですよね、で大体手塚系はそのスクーンペンという普通のペンを使うんだけど、劇画は G ペンなんですよ、G ペンっていうのは先がこうな慣れてくると割れるんですよ、で割れでこうザザッとした感じが出てくるっていうね、でそういうもので、でしかもその貸本の本というのは束を出すためにつまり本の厚さを出すために、すごく厚い紙を使うんだけど、これが結構悪い紙で、どんな方がこんな
これまあまだまだ綺麗な方だよね。これ。これは斉藤孝雄プロが、うん、斉藤孝雄が自分の会社で出してた本で。ゴリラマガジンという。中身が、うん、こんな、これが斉藤孝雄の昔の絵。そうですね。これは、まあ、色入ってますけど、ね。これはアクションものじゃないんだけどね。違う。だから斉藤孝雄さんという人は貸本の世界ではかなり上手い人だったんですよ。うん、で、まあ演出としても話としても。うん、貸本の中ではかなりレベルの上の方で、プロダクションに入るのも結構大変なぐらいの、まあ、スタンスにいたんですよね。ただし貸本の世界 で、この無用の助ってのはそれが講談社の少年マガジンという、うん、一番ど真ん中のど真ん中の児童漫画のど真ん中に来たっていうのがすごい。どうしてそこに入って来れたんですか、うん、本来は別のものだったわけでしょ。そうですね。それには長い物語が入ってるんだよ。でこれはですね、手塚さんがまあ大スターとしてそのいて、はいはい、でそれが正統派としてこう君臨してた、うん、でそれを要してたのは少年サンデーだったんですね、うんうん、でサンデーに対してマガジンはその別の路線を取ったために苦戦するんですよ、うんうん、全然売れなかったんですよ。でそれをひっくり返そうとしていろんなこといろんなことやってたんだけど、やっとその上向いてきた時にエイトマンとかね、あの辺りで上向いてきた時にやっと手塚さんが書いてくれた、うん、これがワンダースリーなんですね。なるほど。で、まあ、前この番組でやりましたね、ワンダースリー。ワンダースリーやったんだけどある問題が起きて、うん、仲違いをするんですね、マガジンと手塚さんが。で手塚さんはそのワンダースリーを引き上げてしまう、だ連載途中でやめちゃって、うん、しかもあろうことがアライバルであるサンデーで始めちゃうんですね。でこれでその時にそのマガジンの編集部はですね、こう人が変わっちゃうんですよ。で当時まだ若かった20代だった内田勝さんというかの有名な漫画ではおそらく 最初のスター編集者が編集長を拝命し、うんうん、その下に漫画班の宮原さんという人が、この内田宮原体制で、全く新しいマガジンを作ろうと。この時に手塚じゃない漫画を、うん、いわば手塚漫画のアンチテーゼでやろうと、うん、それは劇画だということで、うん、その当時劇画という言葉を少年誌でなんか使っちゃいけなかったんですよ、うん、でそれを内田さんが押し切って、うん、社内で相当反発があったのを押し切って初めて少年誌で劇画という言葉を前面に出して使ったんですよね、うん、でまあ巨人の星の川崎さんも貸本劇画出身だし、うん、でこの無用の助、巨人の星が66年からなんですね、で、明日のジョーが68年なんで、この無用の助が67年でちょうど間なんですよ。だこの3本っていうのは結局その内田宮原体制で新しいマガジンを作り上げていく過程なんですよ。でまさにこの66、7年でマガジンは100万部を突破するんだよ。でも結果的にその手塚治虫的なるものに対する、うん、アンチテーゼみたいな形だったんですね。 そのラインナップと、ここにさ斉藤孝雄、手塚治虫が抜けた穴に斉藤孝雄を入れるっていうのはね、うん、まあ、歴史の必然ではあったんだよ、うん、っていうと斉藤孝雄が出てきた、つまり、関西から出てきた、はい、というのはね、まあ、今もそうだけど出版文化っていうのは東京中心で、うん、当時東京中心のその中心の中心っていうのは手塚治虫だったの、うん、で手塚治虫とそのフォロワーズが、うん、東京の出版界を漫画出版界を作ってたわけだよ、うん、で斉藤孝雄たちは手塚治虫代表されるあの丸い、ヒューマニズムに裏打ちされた、うん、物語だけじゃないものがもっとあるよなっていうふうに考えてた、まあ、出身地の影響もあると思う、うん、まあ、手塚さんは関西なんだけど、はい、関西といっても、お坊ちゃまじゃない、宝塚だもん、そうそう、うん、やっぱ本当の中流ですよね、そうそう、斉藤孝雄、うん、あの辺の貸本劇画の人たちはもうちょっとこう貧乏な人たちだったから、うん、住んでる世界が違ってた、うん、つまり山本のお坊ちゃんたちが作った世界とは違う世界がもっとあるじゃない、うん、違うリアルがあるぞと、そうそう、でそれを書けよという意識は多分あったと思う、うん、でそういうのをそういう気持ちになっている人たちが、まあ、自然派生的に集まってきて、当時、大阪にいっぱいあったアパートに一室で、一社作ってる、連載出版社がいっぱいあったんだけど、そこで貸本劇画みたいなのに参加しだして、貸本文化大阪中心に作って、だからもう手塚さんに対するこうアンチテーゼとして、手塚さんじゃないもの、自分は手塚さんじゃないものを書くっていう、アンチテーゼで始まった、うん、今は分かんないけど当時始まったはずだったの、うん、だから手塚治虫が抜けたとしたらそこに入るのはまさに斉藤孝雄以外にありえなかったんだよね、彼らしかいなかった、そうそう、だからもうそれはね、もうよくそこに入ったっていう感じだよね、うん、
うん、だこれはね、あの、今見るとですね、これあのスタッフなんかでもね、なんか普通の劇画だっていうふうにすごく思うんですよ、うん、でそれしょうがないんで、普通の劇画を作ったのがこの作品なんで、うん、だから普通なんだよね、うん、今はね。でも当時は普通じゃなかったわけですね。当時はだからこんなものが少年誌で、うん、いや本当にそう、できるなんていうことは、うん、考えない。だって横で巨人の星やって明日のジョーやってるわけだから、うん、そう、非常に、うん、もうほとんど革命的なぐらいの、うん、ことだった。じゃあそれまで少年誌っていうのは、例えばこうブワー切られたりとか、ドフィアブワーみたいなのはないないない、ない、全然なかった、うん、血が出ない、切られて血しぶきが飛ぶとか腕が取れるとかね、そんなことはなかった。子供に見せちゃいけないわけですよ。相当ショッキングねですよね、だってバーッて飛んでますもんね。で、あのマガジンと斉藤さんにね、実は共通点があって、はい、少年マガジン始めるときに週刊誌をやるから、うん、絵を描く人はもう絵に専念しなきゃいけないだろうと、うん、だから原作制度を取ろうっていうのはこれ最初からなんですよ。あれ週刊と連動した制度なんですか。そう、うん、マガジンを週刊化するときに、それ初代の編集長の方針だったんですよ。ところで、サンデー、なんでサンデーが優先したかっていうと、うん、原作付きなんか書けるかっていうのが当時の一流の漫画家だったわけよ。心意気あるわけ、プライドがあるわけ。だから書かないんだよ、うん、で結局その作家のがちょっと落ちちゃうんだよね、マガジンの。それで苦戦したんですよ。ところがその原作制度を後にだから完成させたんですね、うん、で斉藤さんっていうのはあの実は貸本時代からそれを強調していて、うん、手塚みたいな天才だから話も作れる、絵も描けるけど、うん、俺たちみたいなのはそうはいかないと、うん、で原作は原作で別にやんなきゃいけないっていうことをずっと主張して、今に至るその斉藤プロダクション、うん、分業制度を、これ日本の漫画家として非常にユニークな人です、うん、でその斉藤プロでこの無用の助を始めてですね、あの読むと、今読むと歴然と分かるんですけど、突然話がよくなるんだ、うん、でこれはね、あの多分おそらくそうなんですけど、理由はですね、このマガジンで無用の助をやってからマガジンで原作者を募集するんですよ、うんうん、応募してきたのは小池和夫なんですよ、うん、それよくなるわな、うん、当時小池和夫は同い年なんだけど、うん、スタッフとして入って本当にその辺からぐんぐん良くなるんだよね。すごい良くなる。あと俺もその頃は意識しないで読んでたんだけど、うん、後にそれを知って、あの辺りかと思って、やっぱりみたいな、こういうね、うるさかったね、後にそれを知ってやっぱりって。はい、じゃあその辺の外科の話含めて、じゃあ、ね、夏目さんお願いしたいと思います、はいはい、夏目の目のコーナーです、はい。いいねこれね。あの一応あのさっき頼んで作ってもらったんですけど、しかし握りがやたら太いんだな。緊急に作ったから勘弁してください。ご用だリハでいきなり10点がいいとかって言い出すの、これに合うでしょやっぱりね。楽しそうです。まずは図の1を見ていただきたいんですが、これあのさっきも言いましたけど、今見るともうどこといって特徴のない普通の演出なんですね。普通の劇画という感じで、これが実はですね、単行本のこれあの今日使ってる単行本の版なんです。で連載当時どういう形だったかっていうのをちょっとバッと見ていただきます。これでめくってってください。お細かいね。うわ、ね、はい、こういう形になってます。スケッかっこいいでしょ。今見てもかっこいい、ね、こういうことを実はやってたんですね、実際でね。だから僕らはそれを読んでるのでかっこいいっていうふうに思ってたんですね。それとちょっとこれもう一枚戻してもらえますか。はい、ここにその当時からもうすでにこういうプロダクションシステムで、スタッフのクレジットしてますね。でこれ数えるとほぼ10人ぐらい使ってるんですね。多分当時としては非常に珍しいと思います。この当時同じマガジンで連載していた巨人の星は全員で川崎信夫を含めて4人だったはずなので、かなり多いと考えていいと。でこういうことをやってたということ自体に多分これ斉藤さん の意図でやってるわけです。でこういう分業というものが支えていたということは一つ。それからですね、どういうところが新しかったかっていうのは非常に難しいんですけども、今見るとあんまりこういうのってないと思いますけど、ここの場面ですね、このアングルを要するに180度変えてるんですね。でこれ今見るとなんかちょっと妙な感じですけども、その当時はおそらく漫画というものを映像として考えたということだと思うんです。カメラのカットとして考えた、このアングルの切り替えっていう、こういうのを盛んにやっています。
その次いってください。これは今は本当に普通に使うシーンですけども、その当時おそらく劇画では珍しかったんじゃないかと思います。でこれはさ、白土三平さんなんかは盛んに使ったその解説図解ですね。で図解というものを使って、これもこの当時の少年誌の劇画の中では割と早い例だと思います。で少なくとも空手バカ一代には先行しているということになるかと思います。それから図の7に行ってください。実はその当時1970年のグラビアで大友商事のグラビアですね。でこういうグラビアで無用の助を使ってるんですよ。でこれは要するに内田宮原路線のマガジンが無用の助をどう考えていたかっていうのがよくわかるんで、劇画ということを使ってるんですね。でこれ1970年の時点なのでほぼ勝利宣言に近いようなグラビアなんですよ。これだけのことが劇画でできるんだぞということをグラビアで見せてるんですね。でこれをめくっていきますと要するに何かというとストーリーの作り方なんですよ。でここに先ほど言ってたテレビの場面があります。で要するにこれはねモンタージュなんですね。場面のモンタージュによってストーリーラインが変わりますということを書いてるんです。でその次も言ってください。これはですね団子型と串団子型と締め縄型のストーリーの作り方という説明がされています。要するにいくつかの話が同時並行で進んでいくのを締め縄型と呼んでるわけですね。でそういうことをもうすでにその1970年 の, 時点で使っていて、しかも劇画というものを前面に押し出してやっていると。これがはおそらくその内田戦略 の, かなり重要な部分を担っていただろうと思います。で他にその俯瞰とか仰角というアングルの違いとか、その伏線をどう張ったらいいかとか、あるいは望遠、広角、パン、ズームとはどういうものかという説明をしています。つまりここでも分かるようにこの当時の少年誌の劇画のリアリティというのは明らかにカメラの映像におけるリアリティであった。でそういうふうに意識していたということです。でこの中で実は宣言がありまして、劇画入門の中で、一枚の絵は一万字に勝るという、後にニュースにも使われるようになるですね、宣言があるんですね。でこれは、内田勝さんの本なんかにも出てくるんですが、ちょっと言いますと、劇画とは文字と映像との中間にある新しい情報媒体だ。映像文化の洗礼を受けた世代、主に昭和2桁生まれの人々が増えるに従って文字だけを媒体とした文化は急速に衰えていくだろうと。活字文化の時代は終わろうとしている。劇画は未来に無限の可能性を持つ文芸だと、文芸だと言ってるんですね。これは明らかに勝利宣言ですよ。すごいマニフェストだね、ことね。要するにこのマニフェストがその内田マガジン路線の勝利宣言だったと考えていて、でマガジンそのものはこの後ちょっと低迷しますけれども、しかしこの路線は日本の漫画を変えたと言って過言じゃないと思います。これはですね、非常に分かりにくいと思うんですけども、読んでいただくとですね、これ忍者が庭にいて、報酬を放ってくれって言うんですね。でなんだか知らないけど、よし投げるぞって言って投げます。ビュってで投げました。別に変わったところはないですよ。で次のページ行きます。でそうするとですね、こういう具合になります。でこれはですね、何を意味しているかというとですね、お金を数えてるんです。間があるんです。この間この2コマで忍者がお金を数えたんです。でこの間というのはリアリズムなわけです。で普通多分忍者その場で数えるかどうかっていう問題はともかくとして、そういう演出というものを一生懸命やっていたんだということの例なんですね。これは少年誌の演出としては多分このあたりは最初の頃だろうと思いますね。このあとこれが普通になってしまうので、今読むとあまりにも普通に見えてしまうということですね。それから当時リアルに見えたトリッキーな運動分節の例としては図の9に行きますが、こういうとこですね。こういうのがこれね、要するに背中に背負ってるんですね、ちっちゃい人間を。でそれがいろんなとこから出てきて剣を振るうという、ちょっと忍法っぽい
やり方なんです。で、あのこういうトリッキーな部分が妙にその当時リアルだったんですね。で、例えばどういうところがリアルかというと、そのこれ自体はですね、あの白戸さんの白戸忍法 の絵で見るとそれほどそうは思わないと思うんですけど、あの妙にこの重さのある絵でやると妙にリアルに見えたんですが、この次の絵に行ってください。そうするとですね、ここでですねこうなってるんですよ、ね、後ろにぶら下がってるんですよ、はい、あのだから待ってる血が昇っちゃうんだろうと思うんですけど、でこれであのかかってくるんでカイーンと行った後に上、さっきみたいに上から来ると思う、そうすると逆から来るというような描写があった。つまり そういうところにその後のですね、まあ、野球漫画で漫画で言えば魔球とかですね、そういうトリック の、リアリズムがありました。で無用の助の顔ですね、だいたい連載週刊で連載していると普通どんどん顔が変わります。で無用の助の場合どうかと、図の12、これ一巻の、あの初登場時の顔をなんですが、初登場時の顔がこれです。で、これを見ていただいて今度、図の13、8巻、もう最後の方の顔はどうかというとこれです。ほとんどでもね変わんないんですよ。あの比べていただくと、あの素人的に見るとそうほとんど変わんないと言っていいと思いますね。こうやって比べると確かにあの後の方はゴロゴロ化してるんですけども、大人になってる、やっぱり、微妙に大人の顔にはなっています。ですけれどもほとんど変わっていない、ほとんど変わっていないということは、この斎藤プロダクションというシステムがどれだけ完成度を持っていたかということを意味します。同じ顔を描けるということですね。ただ、中に違う手の顔がありまして、図の14に行きますと、図の14ではちょっと違う顔がありますね。これ多分あの新人のアシスタントかなんとか分かりませんけれども、これは違う人が描いた絵です。だから、そういう人がだんだん同じ顔を描けるようなシステムを持ってたんだろうと。いずれにしてもですね、図の13の顔はあのちょっと青年化してました。でもう一つ図の15、最後の絵を見ていただきたいんですが、最後の方 の、 あの無用の助っていうのは、ものを考えるようになってるんですね。いろいろ推測をしてるんですね。でこれは明らかにゴルゴなんですよ。ゴルゴも初期はですね、いろいろものを考えていましたから。でここへ来るともうほとんどあのゴルゴに近い、この辺の横顔なんかゴルゴそのまま揉み上げとかですね、ほとんどそのまんまじゃないかなっていう気もしますけれども、ということはですね、何を意味するかというと、無用の助で斎藤さんが分かったことは、斎藤さん自身が言ってるんですけど、俺はセンチメンタルな人間だっていうね。でセンチメンタリズムが実は無用の助というアウトローを生んだ背景というところで、心理背景とかですね、人生の背景とかって言っちゃうとセンチメンタリズムになっちゃうので、ね、アウトローとしては機能しなくなってきちゃうもんだから、話がつながんなくなってくるわけですね。で結果センチメンタリズムを全部削除するとゴルゴになるんですね。だからおそらく貸本劇画で書いていた殺し屋が あるいはアウトローが少年誌で無用の助になり、で青年誌でゴルゴになった、そういう流れとして考えると分かりやすいと思います。以上です。ありがとうございました。いやー今日は長丁場でしたね。斎藤と花尾のさ、貸本時代のことってね、多分今言ってもねなかなか理解してもらえないと思うんだけど、本当に人気があったし本当に魅力があったんだよね。線がねとにかく今までの斎藤手塚治虫系の絵とね、あまりにも違うんだよ。手塚治虫の頃の絵ってさ、きちんと描いてみんなきちんと描いてたからね、こう輪郭顔がちゃんとこういうふうにここに閉じてる、でここにこうきちんとした端正な顔があったわけで、で斎藤隆夫たちはさ、もうこんな眉毛描いて、そう、ね、こんな三白眼描いて、でこの辺こんなになって輪郭がね、ここがこう2つに割れてて、そうでこんな唇しててこんななって、ここにこんな線が入って、どう見ても石川さんの絵ですね。もうね誰がパロディをやるんですか。無茶じゃないじゃないですか。いちいちね、今までの漫画とは違ったんだよ。
本当に違ってね、うん、新しい価値観がもう新しい歌唱劇が見るたびに新しい価値観を提示してくれててね、うん、それがもう毎回楽しくて楽しくて、うん、でどんどんフォロワーズができてくるからあのそれがもう新しいムーブメントに全体としてなっていくじゃない。本当にこの頃の歌唱劇はね楽しかった。だから劇画って言葉自体が今考える以上にいろんなものが込められたんですよね、うん、多分ね、うん、斉藤隆夫たちは新しいジャンルを作ってるつもりだったんだよ、うん、本当にマイナー世界だったのに自分たちで劇画工房を作って新しい価値観を作ったぜっていうのを大手の出版社に全部くりつけるぐらい勢い込んでたんだよ、うん、勢い込んでた、うん、そのね熱がねもうこのゴリラマガジンとこういうの見てると、うん、迷子迷子すごいんだよ、うん、この熱気がね本当に楽しかった、うん、でもこの後ね大手の方に入っていっちゃうとだんだんねその熱気が失せてきて、うん、このプロダクションシステムがだんだん量産のためのシステムになってちゃう、うん、それがね俺寂しかったんだよね、うん、斉藤隆夫は、このプロダクションシステムっていうのをすごく自分で評価してて、うん、そうでしょうね、うんうん、まあ、それぞれ書き手には原作脚本が得意なやつもいるし人物描くのが得意なやつもいるし、うん、構成が得意なやつもいるし、うん、背景描いたり動物描いたり、うん、それぞれ特性がある。でだったらその一番自分に合ってるものを描けばいいじゃないか、うん、でそのためにはプロダクションシステムが、いいだろうと一番いいんだと、うんうん、と言ってるんだけど、うん、それはね俺はちょっと都合が良すぎると思う、うん、それは斉藤隆夫はいいよね、うん、でも他の犬ばっかし描いてる人とかさ仕上げがすごくうまい人とかさ、でこの人のエッセイ集の中にもね、うん、スタッフの一人っていう自覚を持って去っていく、うん、若い人たちのことをね、その多くの者たちは小さな世界つまり仲間内や地方都市がうまいと絶賛された経験を持っていたのだろう、うん、彼らが絵を描くことに対して多少天狗になってしまうとも名付ける、そうした自負心の強い彼らに背景だけとか動物だけとかのそれぞれが得意分野とする絵だけを、うん、求めるのだからこの世界に入った意味がないと映ったのかもしれない、一番優れているところで自分の実力を発揮するという意識が持てなかったのは残念というしかないって書いてるんだけど、背景だけとか動物だけとか書きたくないよそれは、でそれで斉藤隆夫と同じギャラくれれば書くかもしれないけど、そうじゃないじゃない、それはねちょっと斉藤さん都合が良すぎるんじゃない気が俺はするんだよな。あれですよね、長嶋慎さんなんかがよくほら当時の斉藤さんたち仲間との交流を書いてる中でやっぱ長嶋さんああいう人だから、うん、斉藤さんをすごくこう皮肉に書いてますよね、うん、ある意味その商売上手で ね、うん、だからこの打ち合わせの面白いことをうちのプロデューサー言ってた、要するに斉藤さん菊池寛だと、うん、文学史で言うと商売システム作ったんだと、いや言えて妙だなと思った。逆に長嶋さん的にあるいは今石川さんがおっしゃったみたいなある種純文学的なね自分の作品がって書きたいモチベーションってやっぱどうしても相互がどっかで来ちゃうとかあるのかもしれない、うん、そうですね。だからその割にほらでもこれ無用の助読んでと思ったんだけどメインキャラだけって気しませんこれ。そうそう、ね、いませんよね、続いて出てる人がね、うん、まあ一話完結みたいになってずっと旅してるから、うん、しょうがないんでしょうけどね、うん、でもサブキャラいないんですよね。そうそう、最後まで無用の助だけですよね、うんうん、それはね歌詞本劇が当時のね、メインストリームっていうのが日活ニューアクションだったっていうせいあるよね、うん、あ映画のね、うん、当時日活ニューアクションっていう、うん、国籍不明の、うん、北海道の荒野テンガロンハットかぶって馬乗って獅子城があるというとなんかバーがあってスイングドア開けるとね、うん、村娘がなんか地元のヤクザに脅されててみんな拳銃持ってるってなんかどこの国っていう説明でいいのかどうかはちょっとともかくとしてでもそういう話だったじゃない、そういう話だった、そういうのをプログラムピクチャーとしてすごいたくさん作ってたんだけど、うん、日活ニューアクションもさ、うん、それぞれ、大スターがいて石原裕次郎がいて小林明がいて、それぞれがピンで撮ってた、うん、オールスター揃い踏みで、それぞれ、石原裕次郎が主役だったら、渡哲也が脇役でってそういうんじゃないんだよね、うん、それぞれが主役撮ってて、うん、その主役を一人を光らせるために映画が作られてた、うん、多分ね歌唱劇がもそのシステムだったんだよ、うん、主役一人、当時斉藤隆夫は台風五郎っていうすごい面白い人気シリーズがあったんだけど、はい、俺大好きだったんだけどね、うん、そのシリーズを書いててそれはもう台風五郎だけだもんね、うん、他のキャラクター俺一人も覚えてないよ、うん、女子の女の子がいたかなっていうぐらいで、女の子がいたよ、ねえ、うん、これもでもそうだよね、無用の助だけ、無用の助も無用の助だけ、女の子いないもんね、だからゴルゴもゴルゴだけだもんね、だから無用の助のさ、最初の頃ってさ、その歌詞本のさテイストがすごい残ってるの、うん、どことも言えないと、要するにほら
あの無国籍アクションの世界なんだよ、うんうん、どことかって特定のものじゃないんだよ、これ時代が分かんないよね、時代分かんない、分かんない、うん、漠然と昔、だから時代劇らしいっていうね、うん、だから要するにマカロニウエスタンだからさ、そうそうね、うん、だからマカロニウエスタンの距離感なんだよな、うん、時代劇っていう劇なんだよね、そうそうそう、うん、だけど途中から地名が出てくるんだよ、うん具体的 な何々班とか何々仕事とかね、であの辺りからねだんだんこうあの多分だからその辺小池さんが入ってきたりなんかしたことっていうのはあったと思うんですけど、本人の成熟もあるだろうけどね、うん、だからそれがあってねおそらく僕はそのテレビ化もあったんだろうと思いますよ、あのテレビなんかだとドラマだとそのほら毎回のゲスト主役ありますよ、ね、だからこれ見ててもあのずっと連続のキャラはいないんだけども、うん、あこれが今回のゲスト主役ねみたいないますよね、うん、人がいて ゲストスターね、そうそうそう、で俺なんかあのあこれすごいなと思ったのが 6ですね、 6のねあの川津寛兵衛っていう人がこう出てくるわけですよ、これがねもうものすごい情けないあの田舎からもともと農民だったのがもう自分がね、うん、あの三流超三流の将棋稼ぎになって、うん、で、田舎に帰るんだけどもともと信用されてないやつだから、うん、村人にやっぱりバカにされて、でもそこにすごい強い人が入ってきて、うん、でほら吹いてるもんだからお前があいつらやっつけろって言われるんだけど、うん、ボコボコにやられちゃう、うん、最後本当にボコボコにやられて死んじゃうんだけど、うん、ゲスト主役なのね、でこれ全部でまあ120ページぐらいある中で無用之助最初全然出てこないんですよ、あ途中まで、ね、延々出てこなくて、で100ページぐらいにようやくその村のちょっとあのまあその寛兵衛のことを慕ってた男の子がその呼びに行くんですね、また近くにいたんですね、これがまたね、で呼びに来て初めて無用の助が登場する、だから主役なのに後半4分の1ぐらいしか出てないんだけども、これ非常にテレビ的な、ね、作りとしてね、ただそのこういうなんかこのなんだろうな、この川津寛兵衛のみっともないその回の主役っていうのが僕は好きで、悪役とかね、うん、見たんですけども、うん、だからこういう作りっていうのもそういう意味じゃ珍しい、主役がなかなか出て、まあ、うん、そういう意味で言うとゴルゴもすごいありますよね、ゴルゴ途中まで出てこない、出てこない、ね、によってはね、こういう作りってもだから原型なのかなと思ったんですけどね、うん、でもこんだけ毎回一応ゲストが出てるのにさ、うん、読み終わるとゲスト誰も覚えてないよ、ね、それは不思議なんだね、やっぱり無用の助なんだよね、うんうん、このやっぱりこれは全部この全てが無用の助っていうキャラを語るために作られてる漫画なんだよね、うんうんうん、だそれ人生語ってますもんね、最後必ず切った後にちょっと虚しさなんかものすごい試合して勝ってるのにちょっと悲しげな表情になって野良犬がどうのこうのってずっと出てくるじゃないですか、だからそれを言いたいがための全部伏線っていうことですもんね、うん、これが少年誌ってすごいよねやっぱりね、うん、考えたらね、座禅しちゃうもんね、そうそうそう、あの俺自分の本の中でね、斎、うん、藤隆夫の書き文字がもう何十年も同じのを使っている、さっきの話ね、うんうん、というのをねちょっと、俺は、まあ、ちょっと非難したん、うんうん、もっと進歩があってもいいんじゃないか、うん、この人は多分ね量産し始めた時からもう進歩をもう、捨ててるんだよ、うん、あのねいや俺が、同じ書き文字使ってるとか表現がずっと同じだって言ったら、うん、若干一人あの辺でじゃあ横上見捨てるわって言われて横上見捨てるも昔から表現同じなんだよ、うん、夜空を描くときには、黒い月に月がぽっかり浮かんでる、うん、じゃああれはあれも、同じ様式日じゃないかって言われるんだけど、うん、横上見捨てるは最初から進歩を求めてなかったの、うん、で斎藤隆夫はね革命家だったんだよ、うん、出てきた時は、うん、で明らかに革命を起こしたの、革命成功して、政権取ったら案外普通だったっていうその辺にね俺物足りなさがずっとあるんだよ、あの斎藤あの無用之助とか見ててもね背景に本当に魅力のない人なんだよ、記号のような背景なんだよね、うん、今写ってる、あの写ってるあの辺の背景見てもね、うん、すごくリアルな記号なんだよ、うん、もうたくさんリアルそうな絵、そうそう、たくさん線を入れてベタをたくさん使ってリアルに見える記号なんだよね、あれはダメなんですか、うん、それにやっぱ魅力がない、石川さん的には面白くない、絵的にはだって面白くもなんともないよね、うん、あの、だから石川さんの言ってるのは要するに、ね、作家主義的な批評なんですよね、だからそれはやでさっき石川さんが言ってて僕はあのちょっとそれをあの補足しようと したのがありますけれども、ここに、例えばですねここは足がありますね、はい、でこの足に影をつけるときにね、あったこういう影をつけるんですよ、うん、こういうのは手塚漫画にはなかったわけ、うんうん、それまでの子供漫画にはこういうザクッとしたかっこよさがなかったわけ、うんうん、でねこれねところがですねこ
平面なんですよこれは、うん、全然立体じゃないのよ、うん、でところがですか、あの さっきから映っているあの無用の助 あの例えばこういうあの、袴の表現をどこでもいいから見てほしいんだけど、そうするとねこういう、うん、これの発展形なんですけどね、こういうような影になってるはずなんです。斜線が入ってるんだよ、うん、でこれだんだん立体になってるんですね。でね、どうなるかっていうと この足が持っていたあの その当時何どこにもなかったような、まあ、革命を象徴するような、うん、あの凄さっていうのは消えるんですよ、うん、誰でも描ける絵なんですこれ、うん、ある種普遍化しちゃうわけね、うん、あのだから誰でも描けるからプロダクションが成り立つんです、うん、そうそう、だから量産できるんです、うん、そりゃそうだ、斉藤さんじゃなくて誰でも描けるんです、ずっと描いてる人がいてもいいわけですよね、そう、いいんです、マスプロダクトが可能になるわけです、うん、だけど、うん、さっき俺そこまで言おうと思って途中で終わっちゃった、うん、そうだから表出あの表現の価値っていうかね、うん、あの作家的な価値っていうのはこの、あの下手かもしれないけどこのザクッとした足の方にあるっていうふうに考えると、うん、確かにそれはその止まるんですよこのやり方は。どっち取るかですよね、うん、だ結局ね香港とかアメリカ の、うん、そのいわゆる分業システム、うん、完成した分業システムに行く本来やり方なんです、うん、でただそれが悪いかどうかっていうのはまた、うん、評価は別だよね、その辺も好き嫌いになっちゃうところはある、うんうんうん、それとね、さっきのさ、もう一つ進歩っていうので言うとね、さっき書いた、うん、あのコマにちょっと足すけど、例えばこんな人がいるじゃない、はいはい、もみあげがこの辺までこの辺までこうだこんな人がいるじゃない、うん、それでこの人ね、この人がものを考えてるって時に斎藤孝が始めた手法があるんだよ、その人はね、これね、あ多分斉藤孝さんですか、多用したのは多分斉藤孝だと思うんだよ、ゴルゴ多いもんね、いや他にも、ね、他にも点々点の人いるんだけど、うん、これね斉藤孝多用してるんだよ、それもいいシーンで、うん、それ重要な考え事をしてる時にね点々点って書くんだよ、うんうん、そうかもしれない、うん、これねこれ初めて斉藤孝俺ちょっと進歩が止まったっていう印象がすごくあるの、うん、あのみんこの後のさこの後の革命家たちはみんなね、例えば動いてないシーン、うん、考えてるシーン、そういうシーンをねどうやって描くかっていうので、うん、みんなすっごい工夫してきたんだよ、うん、でも斎藤とかこんな便利な方法を作っちゃったなんで、お見せれなし、うん、簡単にここ済ませるようになっちゃったんだよ、するとねそこに進歩がないんだよな、進歩というか進化が、うん、だからその辺が盛り立たないんだよ、それ、それをね、ただそれを今言った手法を斎藤さんが始めたかどうかちょっとね疑念はあります、うん、ただね、うん、あのゴルゴがね、あのさっき僕が最後の方で示したなんかいろいろこう状況を考えるじゃない、うん、あれを最初ゴルゴやってたんだよ、うん、でやんなくなるんだよ、うん、つまりねゴルゴにね内面が必要ないっていうことが分かってくるわけ、うんうん、ゴルゴに内面があると話続かんっていう話で、ね、でそれで今の点々点になるわけよ、そうするととりあえず考えてて表現としては対価ですよね、それある意味対価っていうか効率というべきだろうな、まあ効率だね、速度が求められますよね、うん、でこれはだからそれをやっちゃうと確かに何でもできるんだわ、うん、でだけど逆に言うとですね、その1970年代これがあの、まあ、無用の助が終わってゴルゴが始まる1970年代っていうのは、うん、一方で少女漫画なんかが、この点々点の中身を一生懸命考えてたわけだよ、うん、そっから開いたんだもんね、少女漫画って逆に言うとね、そうなんだよ、うん、でこの点々点は何なのかって、うんうん、で点々点と外部の違いは何なのかとかって、うん、そういうことを一生懸命やってたんで、あのその後の日本の漫画の表現の推移ってものすごく上がるんだよ、でリフトアップされるわけだ、相対的に言うと今でも斉藤さんの、あの漫画というのはあのおそらくあらゆるものをできるんだよ、うん、効率がいいから、うん、ただし効率のいい形でできるんだよ、うん、でそれがあのそれを面白さだと言えば、うん、それは言えるんですよ、うん、それはやっぱり評価すべきものだと、うん、俺も評価するんだ、うん、あの斉藤孝って読めば必ず面白いじゃない、今でも面白い、うん、あの多分その雑誌で一番面白くは多分ない、うん、でも必ず面白いじゃない、間違いなく打率は稼いでますよ、うんうん、そうさっきのさ、うん、この手法だってね、うん、こっちの手法だってこれは誰が見てもものを考えててるシーンじゃない、うん、これってさ記号的にはすごく正しいことなんだよ、うん、どんなシーンでもこれを書けば考えてるっていうのが誰にでも分かる、うんま、あの漫画読み込んでない初心者でも、うん普段あんまり漫画読まなくてたまたまラーメンに入って偉いとしてでも、うん、これは考えてるシーンだって分かる、うん、こういう記号をたくさん作っていくっていうのは効率的でもあるし、読者の理解の効率的でもあるんだよね、うん、
その辺がねやっぱり斎藤隆のムンバさん、と面白さだと思うんだよね。やっぱだからそれだけ未だに人気があるってことは、やっぱそれなりに力はそういう意味じゃ保持できてるってことですよね。こういうテクニックをたくさん持ってるところがポピュラリティの秘密だよね。要するにその最低限娯楽として最低限何をやるべきかっていうことをラインを引いてそれをずっとやってるんですよ。でこれはこれですごいことだと僕は思うので、今の漫画を好きな人、マニアックな人ってのは例えば黒田洋って言うわけですよ。でもね、で黒田洋ってのはね、非常になんであれがあんなに評判いいかって、一つの理由はそれだけではないけれども分かりにくいからなんですよ。分かりにくいのを分かれるっていうことが面白さになってるんで、特権的だから、ね、そこから見れば斎藤さんの絵っていうのはだから評価が相対的に低くなるんですよ。でもねこれは面白い、やっぱり今読んだって面白いんだ。よくほらゴルゴ13をさ、ゴルゴってあんまり長いから、散々パロディにされてるじゃない、で必ずさゴルゴの顔のスタンプをしとくとかそういう話が出てくるじゃない、ギャグでね、右左正面があればいいとか、であとはここに点々点書いておけば大抵の話が済む、でそれはね一面をついててすごく正しいんだよね、それにあとストーリーをはめていけば、誰が読んでも分かる物語ができる、で誰が読んでも分かる物語ができて、なおかつそれが面白いっていうその面白さが斎藤隆の力なんだよね。例えば新幹線なんかで移動すると大阪行くと、それまでの間になんか時間潰しないかなと思った時にキオスクで買う本は斎藤隆の例えば鬼平のだったりとかでしょ、それ時間気軽に読むのにはちょうどいいんです。で前後つながりなくてもそれだけで OK みたいな、考えずに読めるってことですよね。そういう面じゃないとっつきやすいんですよね。で誰が食べても大体味は保証されてる、とりあえず満足感はあるんですよ、いやそれやっぱりある意味すごいですよ。水戸黄門と一緒ってことですもんね、まあ、ある意味 ね、ずっと同じことやってる、それを何十年もこう維持できてるってのはやっぱり最初の顔の力だよね、まあ、水戸黄門より面白いと思うけど、私そんなこと斎藤隆夫さんに水戸黄門書いてほしいです。どんな感じなんですかね。斎藤隆夫の水戸黄門画期的だよ。ものすごいいかつい水戸黄門が強いのな、強いんでしょうね水戸黄門がね、引用出しても強いのな、水戸黄門このところに線が入ってるんだよで考える水戸黄門ないいで点々点になる水戸黄門ねすいません、こんな話で終わって申し訳ないんですけど、まとめさせていただきたい。終わらすまで悪かったな、はい、今日はちょっと質問コーナーをあ、はいはい、わかりました。というわけでじゃあ愛ちゃんが行きますので、はい、お話を聞きたいと思います、はい、質問のある方ある方は今回のこの番組の件についても、はい、どの辺行きましょうか。じゃあ、はい、じゃあ立っていただいていいですか。はい、はい、ですね、初歩的な質問で申し訳ないんですけど、この斎藤隆夫さんが最初に分業システムを始められたってお話だったんですけど、それまでの漫画家の方っていうのは、どんなすごい人気漫画家の方でも、そういった分業システムとかそういったシステムっていうのは取り入れられてなかったんでしょうか。ずっと要するに一人で書いたかってことで、はい、どうなんの、それまでは 量産してなかったからね、まずですねアシスタントというのはいたんですよね、それでただこれはですねだから、今から見れば工房みたいなもんで、先生がいて弟子がいるという関係が主軸だったんですね、書生みたいなね。そうそう、だから手塚さんのみたいな、が何か書いてればそれをアシストするその人がいているんだけれども、その人ももしその専属であれば弟子筋になると、であとはその結構有名な漫画家さんでも本当にこう落ちそうな危ない時ってのは助っ人に来るという習慣があるので、それは貸本でも手塚さんなんかでもあったんですよ、仲間内でね。そうで、それがだんだんプロダクションという形になるんですけどね、意識して脚本と絵を分けて、絵の要素をさらに分けてコマの構成をやると、斎藤さんがコマの構成を主にやるという形で意識して分けていったのはおそらく斎藤さんが最初です、はい、昔はね漫画って短かったの、昭和20年代ぐらいまではね、30年代の初めぐらいまで漫画って、みんな4ページとか6ページとか8ページとかで、おまけに月刊誌だったの、だからそんな落ちるとかいうことめったになかったんだよね、一月に4ページとか8ページ書けばいいわけだからさ、明日なんていらないじゃない、だから楽々だったんだよね、まあ、月刊連載 2,3 本持ってたとしたって大したことなかったんで、週刊ってサイクルが求めたところあるような気がしますよね、週刊誌が始まって、
ついてこられなくて廃業したものがすごい出たからね、大量生産が必要になった時に必然的にっていうことがあると思いますよね、それはね、はい、そんな感じですか、はい、わかりました、ありがとうございました、はい、どうも、ありがとうございます。他に何か、じゃあそっちの方に、はい、はい、適時、はい、じゃあ立っていただいていいですか、はい、少年マガジンにというか少年マガジンに限らず、当時大阪の方から歌唱の劇画家で地方に出てきた方っていうのは斉藤孝の他にも例えば難波健二先生とか園田道義先生とかいろいろいたと思うんですけども、その中で斉藤孝が残って多くの他の歌唱の方々が消えていったっていうのはどういう差があったんでしょうか。ね、まず、まあ、川崎昇は消えてはまあいない、一応大ヒット出してるよね、からあと園田光義はあの人はね、園田光義はちょっと天才肌すぎて、あの人はね力入れるとすっごい出来なんだけど、力抜くとボロボロで、ちょっとねもっとコンスタントに力を発揮できる人じゃないと習慣したいせいって難しいんだよね。で斉藤とかはまさにまさに分業システムでコンスタントにどれ変えても同じぐらいのレベルのものをかけたんで生き残れたってのは大きいと思う。それから他の漫画家と佐藤正明も少年誌書いたけど、さすがにね少年誌に絵柄が合わなかった、この絵柄が合わなかったって結構多いんだよ、劇画系の人ってね、やっぱりちょっとごついじゃない、ごつくて絵が重いんで、もっと後に薄まっ劇画っぽさが薄まってからはそうでもないけど、この頃はなかなかね少年誌に適応できる人がいなかったんで、やっぱり、数限られるよね、少年誌で描ける劇画家ってのはね。というか、まあ、斉藤孝さんが残った理由っていうのは、さっきからずっと話しているような安定したレベルの作品供給をのシステムを早いうちに完成したっていうのが多分一番大きな理由だと思うんですね。いいですか。いいですか、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあもう一人、もう一方、はい、はい、じゃあ、はい、はい、お願いします。はい、ですね、さっきほどからお話を伺っていまして、貸本と、大手出版という言葉が何か聞こえたんですけど、あまり詳しくないんですけど、僕は大手の株組織や貸本業界だと思ってたんですね。でもなんかお話を伺ってるとちょっと違うんじゃないかなって気がしまして、全然違います。それをちょっと教えていただきたいんですが、これは全く違います。もともと伝統的にですね、なんていうのかな、講談社とかですね、東京の中央でやっている小学館とか大きな出版社がありますね。でそれに対して下の方から行くとですね、そのほとんど駄菓子屋で流通するようなものおもちゃなんですよ、おもちゃとか流通が、そういうものをの中に本とか絵本とか、あと、塗り絵とかですね、そういったものを出している会社があったんですね。もともと戦前からずっとかなり古い歴史があります、赤本の歴史とつながってますから、明治代のね、でその中で戦後になって貸本というシステムができるんです。貸本屋のチェーン店ができて、でそこに卸すようになるんですね、その貸本のための本を、でその中で漫画をやる、まあ、出版社ですね。だこれはその中央の出版社の系列とは歴史も背景も全く違うんですよ。流通が違うんですよ。メインストリームの非常にある程度整ったシステムを持った大出版社と流通っていうのと、全然違う流通を持った駄菓子おもちゃ屋系の、あるいは お祭りでね本を売るような、そういう、露天商とか、そういうところでやるような出版、いわゆるか赤本から貸本に流れる出版社って二重になってたんですよ。今だったらね、ビデオとかね露店で売ってるけどね、あんな感じで本を売ってたっていうのは戦前なんかあったわけでね。昔は町々に貸本屋があったしね、レンタルビデオをイメージしてもらったら分かりやすいよね、今で言うとね、感じですね、はい、ありがとうございます、勉強になりました、はい、ありがとうございます。というわけで、もうそろそろということで、はい、あいちゃん戻ってらっしゃる、はい、はい、ご苦労様でございました、はい、相変わらず剛腕で何もしてませんけど、いや十分でございます、はい、ということで、はい、今日はだいたいこれでこんな感じで終了ということで、本当に長いでありがとうございました、ありがとうございました、で
今日は録画ですが、明日の放送分からは生ということで、はい、生放送ですね、はい、明日から生放送になります、はい、26日は鴨井正音さんの雲の上のキスケさんを取り上げます。はい、ファックスとメールとお待ちしてますので、どんどん送ってください、はい、ゲストは増野浩司さん、はい、予定しております、はい、ということで今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。